あんなクエストやこんなクエストもやり直せるのは夢があるよな。クラインは何かやり直したいクエストがあるのか。実はな、綺麗な NPC のお姉さんを、おっと、なんでもないなんでもない。このわけのわからない世界に飛ばされてからどれほどの時間が経過しただろう。いや、飛ばされたというより気がついたらここにいたという方が正しいか。どこかの VR 世界ではあるのだろう。己のまとうアバターの存在がそれを示している。周囲の光景は陰々たる雰囲気に支配された異世界の街。ただし建造物の大きさやその整えられた配置は現実世界を想起させる。そう、まるで現代日本の都市に異世界のテクスチャを貼り付けたかのような、なんともいびつで奇妙な景色だ。混沌と表現するしかない状況。その中で一つ確実に言えることがあるとするなら、この世界は何もかもが間違っているということだ。ああそうだ、ここでは目に映るあらゆるものが不快で不本意で耐えられない。僕は帝王、僕は神。世界は僕によって支配され統治されていなければならない。それがあるべき姿というものだ。だというのに。何をブツブツ言っているのですか、オベイロン。歩調を合わせなさい。遅れていますよ。もたもたしてると置いてくわよ。はぐれちゃったら君がモンスターに襲われてもフォローに行けないからね。頑張って。あ、そうだ、歩くのに疲れたんだったら偵察お願いしていいかな。飛べるのって僕と君の二人だけだし、前回は僕だったからね。この妖精王が使い走りの労働とは。王として人の上に立たんとするなら人より勤勉であるべきでしょ。無能なリーダーは戦場で背後から撃たれるというしね。適当な建物の上から周りを見回してくれるくらいでいいよ。探索に慣れてなくてもその程度なら大丈夫だよね。もし難しいようだったらもっと楽で簡単な。バカにしているのか。そのくらい何の苦労もなくやってのけると。では言葉を費やす間に行動に移してはどうなのです。よかろう、しばらく待っていたまえ。前方に大規模なモンスターの群れか。やはりこの世界にはモンスターが数多く存在するようだ。戦闘に慣れたあいつらをうまく使ってやらないとね。そう、僕は安全を確保するため彼女たちを利用しているんだ。おとなしく偵察を引き受けたのもその計画の一環に過ぎない。決していいようにこき使われているわけではないのさ。戻るとしようか。そうですか、モンスターの一団が。どうする、そのくらいの数なら倒せそうではあるけど。この奥はまだ探索してないからな。何か手がかりとか、もしかしたら僕たちみたいなプレイヤーがいるかもしれないよ。そうですね、では戦って突破しましょう。うん、賛成。異議なし。いいだろう、ではあとは君たちに任せる。何を言っているのですか。お前も戦うのですよ。は？飛行能力があるなら使わない手はないから、勇気と一緒に最前線で撹乱を担当してもらうわ。頑張ろうね。おい待て。
共に戦いましょう。よろしくね。王に使える栄誉を与え、僕に剣を向けるなったら。援護は任せて。助力をお願いします。援護をお願いするよ。君は僕のサポートをしたまえ。目的地への到達を優先します。みんなダメージを最小限に。僕はさっきの偵察で疲れているんだ。少しはねぎらって。さあオベイロン、行くよ。敵よ。試してみましょう。敵は発見。アバターなんだから疲れたりはしないでしょ。精神的な疲労というものが。くそ、この僕が雑魚相手にこんな肉体労働など。人の気配はありませんね。建物が多いですから、拠点を構えるにはいい場所だと思うのですが。ねえみんな、ちょっと来て。これ死亡したプレイヤーでしょうね。デッドの表示が出てる。デッドって死？
死があるのか、この世界では。死んだらプレイヤーの意識はどうなる？わからないわ。この世界がどういうルールのもとにあるのかまだ不明なんだもの。ただアバターがずっとその場に留まり続けるというのはあまり聞かないパターンね。 ALO や GGO では拠点への死に戻りが基本だし、バレット・オブ・バレッツの本大会くらいかしら。受けた傷もそのまま残ってるんだ。確かにこれは珍しいかも。アバターがそのままってことは、何かデッド状態から復帰する手段があるのかもしれないけど、少なくともデスペナ支払って即復活ってわけにはいかなそうね。しかしこの数の人間、いえ、こちらではプレイヤーと呼ぶのでしたか。この数のプレイヤーが一網打尽にされるとは、何があったのでしょう。よほど強力な敵にでも襲われたのでしょうか。だとするとちょっと妙な気がするんだよ。ほらこの傷。そうね、これは刃物の傷。こっちの人は銃弾かしら。どう見てもモンスターの爪や牙じゃない。ボスモンスターが持ってるような巨大武器でもないね。人間サイズだ。つまりプレイヤーの武器で致命傷を与えられていると。それは同士打ちということではないのか。君たちゲームのプレイヤーは PVP とか PK とかいうのが大好きなんだろう。その2つはかなり違うけど、いずれにせよここではプレイヤーすら信用ならないということじゃないか。もしかして君たちも油断させておいて僕の寝首を。そのつもりなら寝首なんか狙わず今この場でやってるわよ。そもそもこの状況でお前の首に何の価値があるのです？黙っちゃった。まあ中には血の気の多いプレイヤーもいるのは確かだけど、さすがにこんな状況、しかもこんな規模で理由もなくやり合ったりしないと思うんだよね。その意見には賛成するけど、じゃあこの状況は何なのかしら。そうですね、もし仮に同士打ちする理由があったとするならば、それはどういうものであると考えられますか。難しいね。何かで集団パニックになっちゃったとか、無理があるかな。剣や飛び道具を持つ敵が退去して押し寄せてきたという可能性もまだ排除できないし、結論を出しちゃうのは早いか。いずれにしてももう少し情報は欲しいところだわ。生き残ってる人がいないか探して。残念だけどここに生き残りのプレイヤーはいないわ。でも情報が必要なら提供することはできるかもしれない。誰だ。モンスターではあるけれど敵ではないわ。アリス、あなたに会えたのは幸運だった。私を知っているのですか。一方的にね。直接話す機会はなかったけれど、私の名前はシャーロット。主に命じられて協力者を集めているの。主というと？カーディナル様。あの方が。そんな、まさか。興味を覚えたのなら一緒に来てくれないかしら。どうするんだ。ついていくつもりか。何かの罠ということはないのか。もし本当にカーディナル様のご招待なら危険はないはずです。そのカーディナルさんって人はアリスの知り合いなのね。私の故郷アンダーワールドの大賢者様です。私やキリトの恩人でもある。キリト！何ですかオベイロン。キリトを知ってるの？さあ知らんな。思い出したくもない。知ってるんだ。しかし
カーディナル様はすでに亡くなられたはず。なら考えるまでもないだろう。やはり罠だ。ついていくべきではない、うん、私も確かなことを言えるわけじゃないけど、もしかしたらここでは。ありえないことが起こったり、いないはずの人がいたりする可能性があるのかもしれない。どうするべきかではなく、アリスはどうしたいの？カーディナル様がいらっしゃるというのなら、私はお会いしてみたい。なら決まりだね。万が一罠だったなら、その時にどうするのか考えればいいよ。そうですね。シャーロットでしたか。案内をお願いできますか。わかったわ。ついてきて。ただこの辺りは魔獣が活発だから、戦闘は覚悟してもらう必要があるけど。つまり僕たちの手も必要だね。一緒に行くよ。私も感謝します、二人とも。おい、これは私の都合ですから、無理に付き合わせる気はありません。オベイロンはここに残りますか？王に孤独は似つかわしくないな。同行しよう。私についてきてちょうだい。護衛は頼んだわ。そう、カーディナルとやらがいるところは安全なんだろうな。ついてみればわかるって。サクサク進むよ。いました。このわけのわからない世界に飛ばされてから。援護は任せて。助力をお願いします。シノン、援護をお願いするよ。シノン君、君は僕のサポートをしたまえ。目的地への到達を優先します。みんなダメージを最小限に。消えなさい。僕はさっきの偵察で疲れているんだ。少しはねじらって。あっ、止めろ。
全滅したようです。試してみるか。いました。私についてきてちょうだい。護衛は頼んだわ。そのカーディナルとやらがいるところは安全なんだろうな。ついてみればわかるって。サクサク進むよ。いました。降りるよ。押し合ってなやつくだろ。まずは火が熟したようです。いました。
ました。いました。おしおりだよ。我が剣を見せます。全滅したようです。持ち帰ってみましょう。使ってみましょう。ここの敵を全滅させます。敵です。守ります。
バッチリ噛み合った結果かしらね。着いたわ。この建物の中、まずはカーディナル様のお話を聞いて、その後協力するか立ち去るか自由に決めてもらえばいい。あなたたちより先に何人かの協力者が来ているわ。念のため言っておくけど、揉め事は厳禁ね。だ、そうだよ、オベイロン。なぜ僕に言う？だって君、無駄に敵を作りそうなんだもの。あれ？誰か来た。あ、アリスさん、シノーさん、シリカ、それにエギルも。お前たちも巻き込まれていましたか。まあな、合流できて何よりだ。で、そっちにいるのは確か、え、勇気さん。アスナの仲間の人たちだよね。久しぶり。ああ、久しぶりだ。いや、こりゃ驚いたな。しかし、そうだな、そういうこともあるのかもしれん。右も左もよくわからねえ中で、いちいち頭悩ませててもキリがねえか。ふん、人数が増えたか。想像しいことだ。あなた、ステルベン。いえ、ですが。で見た顔だと思えば、表示がご出身だった女か、シモンとか言ったか。どうしてあなたがここに。どうでもいいことだ。俺はお前にさほど興味はない。こっちは見過ごせないのよ。また何か企んでるんじゃないでしょうね。さてな。で、見過ごせなかったらどうする。お前に何ができるんだ。こいつ、シリカ、エギル、離れて。その男は騒がしい。揉めるなとシャーロットから言われなかったか。今この状況下で最優先すべきは、個人的な確執にケリをつけることではなかろうに。カーディナル様。アリス・シンセシス・アーティか。ふむ、以前よりは幾分表情が柔らかくなったかな。お声もお姿も確かに。しかし、あなたはすでに本当に、本当にカーディナル様なのですか。そう謙遜で何よりじゃな。それでこそ、あのセントラルカセドラルで胸の大穴を直してやった甲斐があるというもの。とまあ、このような思い出話一つで身の証が立てられるとは思わぬが、ひとまず信じてもらうほかはない。戸惑うのも無理からぬこと。何せこのわし自身も未だに困惑しておるのじゃからな。本当に大賢者なのか、このガキが。そうじゃよ。見てくれはこうでも、おそらくお主よりは年を経ておるぞ。もっとも本調子にはほど遠いし、何よりここはアンダーワールドではない。
できることはそう多くないかな。さて、アリスよ。お主とはゆっくり休活を除したいところではあるが、それはひとまず置く。お主らにもそれぞれ戸惑いや疑問はあるじゃろうし、また何やら因縁ある間柄の者もいるのじゃろう。しかし、まずはわしの話を聞いてもらう。いがみ合ってる場合ではないのは、さすがに理解できよ。少しでも怪しい真似をしてみなさい。頭に風穴開けるわよ。やってみるといい。返り討ちにしてやろう。